渋谷にあるあの小宮さんにやってきました。フードファイターのマックス鈴木が監修しているチャレンジメニューがあると聞いて、はい、こちらが特盛の中華タレ中華です。こちらの1キロのタレ中華というまぜそばを5杯制限時間1時間以内に食べ終わったら、なんと賞金が2万円出るらしいです。いきます、よーいスタート。いただきます。これはこの大きな器に、あ、かつお節を、削りたてのかつお節を2杯入れて、この特盛りをぐさっと、おお、すごい、すでにすごい。でこの瓶が熱いのでタレを、おお、あ、半熟卵みたいなやつも入ってた、すごい。そう、これが熱いから軍手が、お、ほらほらほら、熱い卵だ。よし、これで、あ、レンゲってもらっていいですか？レンゲってありますか？お願いします。よ、よくかき混ぜる、ありがとうございます。混ぜ混ぜして、でも次のやつとりあえず作っちゃってください。よし、美味しいのと、さらに削りたてのかつお節がたっぷりなので、めちゃくちゃ美味しいです。なんかタレ中華っていう名前だけど、和風、和を感じます。めっちゃ、うん、チャーシュー丼を食べたい。麺もね、すごい太麺でもっちもちです。おいしい。卵もこの特盛り1杯につき2個入ってますね。まろやかで美味しい。
ス一杯目完食です。おかわりください。めっちゃ美味しい。あとこれはチャレンジなんでできないけど、最後に割りスープとかもできるみたいなので、はい、あ、ありがとうございます。おー、すごい。卵が乗った状態で来ました。あ、これほんまは生卵がタレの中で温玉っぽくなってたってことですか。そうか、美味しそう。あ、美味しそう。あ、じゃあこれをさっきの丼にかけてみて。あ、いい香り。もうね、その毎日その場で削りたてなのでめっちゃいい香りです。じゃあ、ドバッといきます。おー、タレはかけてきてくれます。全然いけちゃいますね。女性とか、先
輩の皆様もペロンといけちゃうと思います。ここここなんで次のやつも作り出しちゃってください。あ、店長さん、あ、なんか熱々なんで次のやつも作り始めちゃってもらっていいですか。お願いします。混ぜやすいように大きいのに落としたんですけど、熱々だからもう一回小皿に戻したい。だんだんね、お腹に溜まってまいりました。でも2万円がかかってるので負けられない。しかも全国大会だから女王を名乗る身分だからここで負けられないんですね。
次も作り直してもらっていいですか。お願いします。ラストの5杯目に突入しました、うん、うまい。ボーナス満タンです。よいしょ、取れちゃった、取れちゃった。あるので制限時間60分中の40分残ってるので、これはもう2万円は目前ですね。あ、ここに来た、ここに来た、汗が吹き出してきました。よし、作戦考えました。あまりにも熱々なので、冷まして一気に詰めようかな。それを最初に撮るんですけど、こういっぱいずつ出てくるスタイルだから、意外とね、サムネイルの選択難しい。タレも全部飲み干す？はい、わかりました。はい。
そうか。すごいっす。めちゃくちゃ早いです。でも、もっと早いとまたこれからどんどん、あの。来ますよね。ありがとうございます。全国チャレンジ成功です。ありがとうございます。商品になります。ありがとうございます。ありがとうございました。